りなのこちゃん、人気キャラクター笹山さん、本名笹山和子は入江小学校3年4組マルコのクラスメイト。趣味は読書にピアノ。将来の夢は女優だそうです。自分の特性をよく分かっていますね。親友は同じクラスの城ヶ崎さん。同じピアノ教室に通っています。ちびまる子ちゃんでは絶えず意見が分かれる笹山派と城ヶ崎派。僕は城ヶ崎派なんですけど、笹山派もかなり多そうです。この2人はそのビジュアルからちびまる子ちゃんの花として描かれることが多いです。さて、そんな笹山さんですが、やはり絵になるのは大野くんや杉山くんのようなかっこいい男の子との絡み。好意を寄せられている藤木くんを意味なく励ましたり、無意味に優しさを与えて恋の虜にしたりする一面があります。多分その行為に悪意はなく、ただの天使。一説によると、笹山さんの出現によりビジュアルが似ていた由美子ちゃんというキャラクターが抹消されたとか。もしかしたら由美子ちゃんには初代まで恨まれているのかもしれません。